母原義太郎の弟。攻撃者を経て、1890年7月、海軍兵学校を卒業し、1892年5月、海軍将尉任官。日清戦争では、大和乗組として出征した。第二水雷艇隊付、砲術練習所分隊士を経て、水雷術練習所で学んだ。佐世保水雷団、不装分隊長。 水雷術練習所教官、秋津島水雷長、海兵教官、軍令部出資、陳中艦長、軍令部第三局員、ロシア出張などを経て、ロシア駐在となり1904年1月、中央、ポートサイド長報任務に従事。浅間分隊長を経て、日露戦争には、第三艦隊参謀として出征し、大連湾防備隊参謀となった。沖島副長、 第二停体司令、伏見宮広康大付部官、軍令部参謀、鹿島副長、鈴谷艦長、ロシア大使館付部官、日清、伊吹、摂津の各艦長などを歴任し、1916年12月、海軍少将に進級した。海軍水雷学校長、兼海軍砲術学校長、第五戦隊司令官などを経て、1920年12月、 海軍中将となった。以後、召喚会議議員、第二戦隊司令官、旅順洋行部司令官を務め、1923年3月、予備役に編入された。1908年、別れて、一家を創立した。東京府在籍。佐賀県、東京市外小木町下小木久保。ありがとうございます。